ヨバンネなどは、セルビア人のハンガリー王国の軍人。モハーチの戦いの後に、ボイボディナで自立し皇帝を名乗った。クロコウの通称でも知られる。セルビアの歴史家は、ヨバンネなどをボイボディナの建設者にして、オスマン帝国による、征服以前のセルビアで最後の独立国を指導した人物であるとしている。1492年頃、ヨバンネなどは北バナトのムレシュ川沿いにある。 リッポバのセルビア人家庭に生まれた。幼少期についてはよくわかっていない。ネナド自身はセルビア皇帝やビザンツ皇帝の子孫と称していたが、同時代の人々は彼をセルビア先生皇の子孫もしくは仮想階級の出身であるとしている。体格は中勢で、細身、非常に道徳的で信心深い人物だった。また彼には右米みから、 右足までまっすぐ伸びる指一本分の戦場のハンがあり、これが神聖の証であるとして、黒子の通称の由来となった。1526年8月29日のモハーチの戦いで、ハンガリー・ボヘミアを裏ヨシュニがオスマン帝国軍に乾杯し、敗走中に川で溺死した。戦後、ハンガリー王国は三つに分裂した。すなわち、北部。 西部のハプスブルク家領王領ハンガリー、東部トランシルバニアで自立した東ハンガリー王国、中部、南部のオスマン帝国に併合されたオスマン帝国領ハンガリーである。ラヨシュ2世に死死がいなかったことで、ハンガリー貴族の支持を受けるサポヤイアーノ氏と、ラヨシュ2世の義系帝のオーストリア大公、フェルディナントの二人が、ハンガリー王位をめぐって争った。この闘争の中に、 セルビア人傭兵部隊を率いて頭角を表したのがヨバンレナドである。モハやチの戦い直後、ネナドはティサ川とドナウ川の間の地域にセルビア人傭兵隊長として登場する。彼は速やかにオスマングのバチュカやバナトの一部スレムから追い出し、そのまま自らが独立勢力として統治した。当初、ネナドはヤーの主一世を支持していたが、 バチュカの貴族とヤーの主一世の中が疎遠になり、ヤーの主一世がネナドの領土を認めなかったこともあり、ネナドは1527年初頭にハプスブルク家のフェルディナー一世陣営に倶えした。ネナドはバチュカを自らのものとし、ハンガリー人難民の帰還を阻んだため、ハンガリー人貴族とも対立するようになった。本軍とは別に、ネナドは600人ほどの士兵を雇っていた。 ネナド軍には、オスマン領内のセルビア人、バナトやトランシルバニアのブラフ人、さらにはカトリック教徒も参加し、1527年の初頭には、その軍勢は1万5000人を数えるほどになった。このネナドの地政後期の成功には、カトリック教徒と聖教徒の共同を実現した点が大きいと考えられている。当時のセルビア人は、パンノニア平原南部、ドナウ川、 地川流域に広がっていた。四番ネなどの勢力範囲ネなどは、ハンガリー多い継承問題を短期間で終わる争いであると判断し、オスマン帝国からセルビア人の土地を取り戻すことに力を注いだ。1527年前半、東ハンガリーのヤーの主一世は、ネナドが支持するフェルディナー一世がオーストリアで東ハンガリー遠征の準備を進めている間に、 ネナドを鎮圧しようとチャーキーラースロを率いる300人の騎士を派遣した。しかしこれはあまりにもネナドを過小評価した戦力であり、チャーキーは4月前半には捕らえられ、処刑された。この後ネナドの勢力は最盛期を迎え、彼は自ら皇帝を名乗った。東ハンガリー王国はペレーニペーテルを司令官として、再び遠征軍を送ったが、4月後半の ティサ川下半の精霊種の戦いでネナドに敗れた。しかしペレーニはトランシルバニアや上ハンガリーの戦力を結集し、7月25日にセゲド近くで行われたセイドファルバの戦いでネナドを決定的に打ち破った。ネナドは重傷を負い、フェルディナーイッセイとの交流を試みて撤退しようとしたが、戦いの翌日にトルニオ州でハンガリー軍に捕捉され殺害された。 ネナドの首は、ヤーの主一世の元に送られ、彼の軍隊は失散して、セルビア独立の夢はついえた。彼の将軍の一人ラドスラブチェルニクは残党を、率いて、スレムを支配して、オスマン帝国に、ついで、ハプスブルク帝国に従った。スポティッツァにあるヨバンネナドの記念飛行星に、ヨバンネナドは、セルビア人の間で、神話的な偶像となっていった。 多くのセルビア人歴史家たちは、ネナドをボイボリナ地域の創設者であるとしているが、彼の知性は極めて短く不安定だったため、現在に至る強い影響はないと考えられる。ボイボリナ第二の都市であるスボティザには、あなたの思いは勝利したと刻まれたネナドの記念碑が建てられている。1942年のハリウッド映画、キャットピープルでは、4番ネナドの小さな彫像が、 物語の鍵を握る存在となっている。このネナドの彫像は、起乗して猫を剣で串刺しにしているというものである。本名はヨバ番ネナドだが、黒い4番、4番黒子を、黒い男、皇帝ヨバン番、ヨバ番チュルノビッチ、など様々な通称で呼ばれている。ありがとうございます。